皆さんこんにちは、ももです。寝起きであんまり頭が回ってないんですけど、今日はね、見てわかる通り髪がかなり色落ちしてきて、もう汚いので、美容院に今日は行こうかなと思います。で、美容院に行った後、友達とご飯をね、食べに行く約束をしているので、いつもね、美容院行くと化粧をしっかりいつもやっていくので、今日はその Get Ready With Me の動画を撮っていこうかなと思います。すいません、寝癖ひどいんですけど、もう美容院行くからいいや。最近メイクする前に角質ケアで、クリニックの3ステップスキンケアステップ2、クラリファイニングローション2というのを使っていきます。個人的にこれ穴が大きすぎて、結構ドバっていつも出てくるから、ちょっとそれが嫌なんですよね。結構これはなんかすごくアルコールの匂いがかなりするので、苦手な人もたくさんいると思うんですけど、なんかすごくスースーしてさっぱりするので、これを拭いた後のコットンを見るとめっちゃ汚れがすごいです、いつも。びっくりします。そしたら次は私が大好きなこのベリーフの水分クリームを使っていきます。もうこの水分クリームは2、3年愛用してますね。で、首もしっかりと塗ります。顔がむくんでるので、マッサージもしながら。最近ちょっと口角が下がってきてる気がするので、こういうね、加えたら口角が上がるっていうグッズがあって、これを最近5分ぐらい加えるようにしてます。こんな感じでアヒルの形でした。これね、加えてるだけでここがめっちゃ疲れますね、もうすっごく。まだそんなにかって立ってないので、効果がものすごくあるとかは感じてはいないですけど。今日はね、ベースメイクの下地にミムラのスムーススキンカバーっていうのを使っていきます。これはね、毛穴をこう埋めてくれる感じの下地になってます。私はいつも鼻周りだけこれを塗ってますね。ベースメイクは変わらないんですけど、RMK のベーシックコントロールカラー、色は03番のグリーンを使っていきます。ベースメイクってそこまで基本ガラっていつも変わらないので、私メイクする上でグリーンのコントロールカラーを仕込むっていうのはもう毎日やってますね。で、鏡越しじゃ分かりにくいと思うんですけど、結構ね、肌赤いんですよね、頬がいつも。で、そしてファンデーションは RMK のジェルクリーミーファンデーション、色は103番の色を使っていきます。で、最近お気に入りのこの三つ足のパフを使って伸ばしていきます。今ね、このファンデが一番自分のお肌の色に合ってるっていうこともあって、もうこれしか使ってないです、最近は。前まで、まあ、照明もあるとは思うんですけど、やっぱね、白浮きをしてるよというご指摘をね、いただくことが多かったので。そういえばね、マイクを買ったんですよ。どうですか？音質変わりましたか？そう、実はね、カメラも変えて、マイクも買って、ちょっと動画の質を少しずつこれから上げていこうかなと思って。で、コンシーラーはこのメイビリンのこちらのコンシーラーを使っていきたいと思います。このコンシーラー前ね、ものすごくよく使っていたんですけど、最近またこれを使い始めました。これはちょっとね、明るめのコンシーラーなので、ハイライト代わりにのせていきます。ね、私だけかな、なんか美容室行ってなんかその鏡映るじゃないですか、自分の姿が。もうひどくないですか、あの時に映る自分の姿。なんかなので、いつも美容院に行く時はしっかりとね、クマは絶対に消そうと思って、化粧は割と念入りにして行く方です。パウダーはいつも使っているローラン・メルシエのルースセッティングパウダー、トランスルーセントを使っていきます。このパウダーをはたく時に、ツヤ肌からこうふんわりマット肌にこの仕上がる瞬間がいつも好きです、私は。はい、こんな感じでいつものふんわりマット肌が完成しました。眉毛はいつものエチュードハウスのドローイングアイブロウペンシル、色はライトブラウンを使っていきます。やっぱね、このアイブロウペンシル描きやすいんですよ、本当に。なんか柔らかすぎず硬すぎずっていう感じの硬さで。なんか美容室に行く時、髪の色を決めてないので、髪の色をね、明るすぎていいのかどうか、ちょっと毎回迷いながらいつも眉毛描くんですけど、今回ね、暗くするか明るくするかちょっと迷ってて、
とりあえずいつもの眉毛でいきたいと思います。今日は気持ち、ちょっと太眉にしようかなと思って太眉で描いてます。眉毛が薄いから本当嫌だ。濃い眉毛が欲しい。私の眉毛本当にちゃんと描かないと見えないんですよね。眉毛が美容室行ったら髪の毛も上げるので眉毛しっかり描かないとおかしいので、今日はパウダーもやっていきたいと思います。ビセリシェのカラーリングアイブロウパウダー、色は BR2 番の色を使っていきます。これはカシスブラウンですね。この薄茶色の色を筆に取って、眉尻からパウダーものせていきます。もう眉毛は大事だから眉毛に一番いつも時間をかけてます私は。はい、今日はちょっと気持ち平行太眉で描いてみました。で、眉マスカラヘビーローテーションの色はアッシュブラウンを使っていきます。眉マスカラも必ずいつものせているので、やっぱね、眉マスカラを私は大事だと思いますね。眉毛、眉マスカラしない日もあるんですけど、結構ほとんど眉マスカラしてる日が多いですね。いつも言ってますけど、眉マスカラするのとしないのじゃね、全然違いますよね、やっぱりこうやって見ると。はい、こんな感じで眉毛は完成しました。で、今回使うアイシャドウは私の大好きなハイミッシュのデリズムアイパレット、コージーコーラルカラーのアイシャドウパレットを使っていきたいと思います。これはアイシャドウパレットの中でもめちゃくちゃお気に入りのアイシャドウパレットです。まずこのオレンジカラーのアイシャドウを筆に取って、アイホール全体にのせていきます。この色が一番好きです。もう本当に可愛いこの色。で、下まぶたにものせていきます。そしてこのギラギラのラメを指にとってアイホールの真ん中にちょんちょんちょんとのせていきます。このラメもまばたきするたびにキラキラっとこう光ってすごく可愛いです。これも本当に。で、涙袋にも指でのせちゃいます。そしてこのブラウンアイシャドウを平たい筆にとって、で、これでアイラインを描いていきます。なんかふんわり目元を仕上げたい人はね、パウダーでアイライン描くといいですよ。この落ちるのが心配っていう人はリキッドで一回ラインを引いてから上からパウダーを重ねるっていうやり方でもいいと思います。個人的にこう目を閉じた時の仕上がりが好きでパウダーでのせたりする日もあります。でも私ヘイミッシュのアイシャドウパレットを使う日はいつもこのやり方でアイメイクすることが多いですね。で、下まぶた目尻側半分にものせていきます。で、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナー、色はブラウンを使っていきます。さすがにちょっとね、パウダーだけじゃ目尻側は効いてしまうので、と目尻側だけラインを引いていきます。はい、こんな感じでアイラインも引けたので、次はケイトのダブルリメイクライナーを使って涙袋を描いていきます。で、目にちょっと力を入れて、ここに影ができる部分にこのアイラインで思いっきり描いちゃいます。描くとこんな感じで涙袋が少しぷっくりしたかなと思います。描きすぎるとクマにも見えてしまう場合があるので、薄く細く描くように心がけて描いてます。はい、じゃあ涙袋の影も描いたので、次
次はマスカラをしていきたいと思います。もうまつげはしっかりと上げてます、いつも。でマスカラ下地にエテュセのラッシュバージョンアップマスカラを使っていきます。これ結構ね、まつげのカールしっかりキープしてくれるので良かったです。個人的にこれ使ってみて、ね、繊維も入ってるのでまつげが長くまた見えますね、これを塗ると。でマスカラはいつものヒロインメイクのロング&カールマスカラ、色はブラウンを使っていきます。そしてダマにならないようにマスカラコームでしっかりとまつげをセパレートしておきます。なんかこっちのまつげだけ短くないですか？やだー。で今日は下マスカラも塗ろうかなと思います。でホットカーラーでしっかりとまつげをカールさせます、下まつげを。はい、これでアイメイクの完成です。やばい、時間がないので急ピッチでメイク仕上げていきます。とチークはエチュードハウスのドリーミングスワンアイ&チーク、こういうね、かわいいコーラルオレンジカラーです。でノーズシャドウはいつものケイトのデザイニングアイブロウを使っていきます。やっぱね、ノーズシャドウを、ね、入れるのと入れないのと全然違いますよね、これ雰囲気が。唇をぷっくり見せたいので唇のこの下にも影をのせていきます。ハイライトはカラーポップのスーパーショックチーク、色はフェリシティというカラーです。ちょっとラメが結構入ってる感じのハイライトです。両方の C ゾーンにのせて、ここにのせると肌がツヤっと見えるので、これ鼻筋と目頭のこの間にものせていきます。でリップはベネフィットのチャチャティントを使っていきます。というわけでメイクが完成しました。今日はね、下まつげを塗っているので結構バッチリです。でなんか皆さん美容室行くときって髪の毛セットしていきますか？私結構いつもストレートヘアで行くことが多いので、とりあえずちょっと寝癖があるのでストレートに